こちらの、田代選手、はい、まずあの皆さん思っているのは普段何を食べているかというところです。そうですね、本当にの体を作るのにですね、どんなものを普段食べているのかということを非常にあの興味あると思うんですけども、実際はどうなんでしょうか。ですね、タンパク質を中心に、まあ、鶏の胸肉、ささみ、牛肉を中心に食べてますね。まあ、あと炭水化物は適度に、まあ、玄米やさつまいも、あと、まあ、バランスをよく野菜、ブロッコリーやアスパラガスなどを1日に6回に分けて食事しています。非常に緻密で細かい食事なんですけども、見た目と違って神経質なんですよね。あの普段このジャンクフードとかファーストフードってのはどうなんでしょうか。私の場合はあの年間を通じてあのコンディションを整えてますので、まあ、たまにあのストレスが溜まった時だけ、まあ、10日に1遍ぐらいは好きなものを食べるようにしてストレスを解消させています。そんなもう日々の努力がこの体を作っているということになりますね。そうですね。